はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のなーにくんのコーナーで、ゆういちろうお兄さん、今回はトイレットペーパーがないという内容でしたね。巻物が出てきたり笛が出てきたりしましたよね。今回もなかなか面白い内容でしたよね。はい、今日はお母さんと一緒のなーにくんのコーナーで、ゆういちろうお兄さん、トイレットペーパーについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。